どうもブラッドです。さあ今日もロイヤルズと戦っていきます。今日はセンターはマーシュではなく、今季初スタメンとなるマグネリス・シエラ、先発ピッチャーはスアレス、ロイヤルズの先発はゼルパ。それでは今日の試合の結果見ていきましょう。今日の試合の結果は、こうなったぞ。ほい、勝った勝った、また勝った。1回負けただけでまた勝った、イエーイ。強いじゃん、いいじゃん。昨日やり返して今日完封勝ち、いいじゃないのね。これでね、一昨日勝って1回負けて今日勝ちとね、非常に少ないねスパンではあるんですけど、この3試合見るとね、2勝1敗勝率6割6分7厘、同地区で圧倒的に強いアストロズでも勝率6割6分ですので、エンジェルス借金15に目をつむれば非常にいい戦績で来ています。今日みたいな戦い方できるんでね、まず明日連勝、これは必ず達成してもらいましょう。明日も期待です。さあ出ましたね、先制のホームラン、大谷選手。いやー、らしいね、放物線、高い放物線の大きなホームラン。第1打席ね、ゼルパの素晴らしいまっすぐに見逃し三振してたんですけど、そのまっすぐ、しかもね、同じようなところの球をね、弾き返しましたよ。今度は同じとこで打ち取られるほどこの世界は甘くないんだぜってね、若いゼルパに教えてあげましたよ。これで今日勝ちましたんでね、ここまで最近6試合ね、大谷選手がホームラン打った試合負けてたんですけど、そのジンクスがようやく解かれました。そのとんでもなくいらないジンクス消えましたんでね、もうここからさらにね、量産体制でチームを勝利に導いてくれるでしょう。で、点取った直後、スアレス簡単に2アウト取ってメリーフィールド、この辺りまあ詰まり気味だったんですけれども、ステファニックがダイビングキャッチ、もうナイスプレー。ここ最近ね、不振ですけれども、守備で盛り立てます、ステファニック。ナイスディフェンス。で、追加点取った5回ですね。ゴセリンが今季エンゼルスでの初ヒット。で、シエラね。まあこれ、送りバントでも十分なとこだったんですけれども、結果的にね、足が速くてセーフ。見事なバントヒット。で、さらに送球エラーが重なって、ノーアウト1、3塁。もう大チャンス。で、次のバッター、ステファニックのカウント2ボールになったところで、ピッチャーゼルパが足の違和感で交代で、ギャレットで、そのギャレットの初球、この時三塁ランナーのゴセリンのリードが大きくて、キャッチャーメレンデスサードに投げます。で、これが暴投に乗って、おーよっしゃー、貴重な追加点もらったーってね、僕喜んだんですけれども、なぜか戻されます。これ全然ね、説明もなかったので何なのかなと思った方多いと思うんですけど、どうやら現地の記者のツイッターによると、メレンデスが三塁に投げるときに球審と接触してたみたいなんですね。で、これルールブックによると、キャッチャーが盗塁を刺しに行ったり牽制に行くときに球審と触れてるとランナーは進めないと、ボールデッドになるということですので、そのルールが適用されたみたいですね。映像を見ても接触したかどうかっていうのは分かんないんですけど、メレンデスが投げた直後にすぐにね、審判に何かをアピールしてるので、まあこれは間違いないですね。で、まあ棚ぼたのね、1点が手に入ったかと思ったら入らず、がっかりはするものの、まだノーアウト1、3塁ですからね、まあ全然余裕で点入るだろうと見てたんですけれども、まずステファニックが凡退で、このステファニックなんですけれども、ボール2から2球バントの構えから引いて追い込まれてるんですよ。意味がわからない。これでカウントで自分で 2-2 にしてるんです。あれサインだったんでしょうか。ストライク来たらセーフティースクイズなのか、まあ、ギャレットコントロール悪いですし、アクシデントでね、緊急登板なので、まあ、バントの構えして揺さぶろうとしてるのか、追い込まれても自分は大丈夫と思っているのか分かりませんけれど、セオリーから言ったら全然意味が分からない。サインだとしたらステファニックバントしなきゃいけないですしね、ストライクゾーンは。ここはちょっと変な攻撃でしたね。で、大谷選手ワンアウト1、3塁から、
ここもね期待されたんですけれどね、 3-2 から低めのスライダーボール球に手を出して浅いセンターフライ、あれじゃ帰れません。センターのマイケル・A・テイラーダイビングして難しい体勢にはなったんですけど、あの距離、そしてテイラーの超強肩、あれはゴセリン帰れません。おいおい、ノーアウト1・3塁、しかも七夕の1点入るはずが入らない、この嫌な流れでまた無得点かいって思ったところ、ワイルドピッチでまた七夕で1点、今度は確定。昨日テペラもやってますし、よくねうちがやってることですけど、やられるとこういう感情なんですね。めちゃんこ嬉しい、すんごい安心感。結局ここタイムリー生まれてませんしね、ほんとここはねラッキーでしたね。ただラッキーばっかじゃなくてね、あと一押し、ステファニック、そして大谷選手、ランナーいるときにちゃんと得点を上げるバッティングをこれからもっとやってほしいですね。で6回スアレス、ここまでほとんどピンチらしいピンチなかったんですけどね、先頭デッドボールから満塁のピンチ、まあ、このメレンデスのねサードへの内野安打、これは不運でしたね、ボッテボテだったんですけどね。まあそれでねピンチ作ってキハーダにスイッチで、キハーダが完璧リリーフ、1点も許さない、ここはね素晴らしい投球でしたね。ヒット1本でスアレスの勝ち投手の権利が消えるとこでしたんで、それを阻止したキハーダ、この火消しは褒めてあげたいですね。でピンチの後にはチャンスあり追加点、シエラ今日2本目のヒット、ベラスケスきっちり送りバントいいですね。で大谷選手の打席でシエラが3投に成功したとこで大谷選手申告敬遠、まあ勝負見たかったですけどね、まあしょうがないでしょう。でウォード追い込まれながらデッドボール、これでワンアウト満塁で、レンヒーフォー初球レフトのファールゾーンにフライをね打ち上げるんですけれども、これショートのニッキー・ロペス追いついたと思ったんですけれども取れない、これ命拾いしましたね、大きなプレーでした、相手からしたら非常に残念なプレー。次の球をレンヒーフォーレフトにタイムリーツーベース、ヒーフォー素晴らしいヒーフォー。さあレンヒーフォーこれセカンドレギュラー待ったなしですね、個人的にはここねステファニックともっとね争ってほしいんでね、ステファニックもどんどんね打っていってほしい。でスタッシュ倒れますけれども、ここウォルシュ申告敬遠でアデル、もう目を疑いましたね、えランナー貯めてアデル、え分かってる状況で、案の定ですよデッドボールで1打点、体張れるんですよアデルは。でお相手の失策はねさらに続きます、このデッドボールでアデルチェンジマーシュになっちゃうんですね、守備が強化されました、もうお相手二重で作戦ミス、そしてアデル意地の1打点、素晴らしい追加点をありがとう。でその裏またキハーダ続投でね、ワンアウト一塁でテイラーの打席、この初球ライトファールゾーンにフライ上がるんですけれども、ウォード落下点に入りながら取れません、これはいただけない。さっきのニッキー・ロペスが落としたのとね同じファールゾーンの落球ですけど、あの時よりも打球簡単でした、確かにフェンス割と近いですけど、あれは取ってほしいなウォード。その後結局抑えましたけどね、ピッチャーの負担も大きいですし、取れるとこでしっかり取っておいてほしい、もうここは反省。で次今度攻撃でよくわからんプレーが出ます、ワンアウト1・2塁、2塁ランナーベラスケス、ウォード打席のウォードのねボールカウントは 2-2 で、ここでねウォード打つんですけれども、この時ね2塁ランナーのベラスケスだけスチールかけてます、でウォードが三遊間にいい当たり打ちました、これねベラスケスが当たってベラスケスアウト、まあ、仮に当たんなくてもショートゴロになってた可能性は高いんですけれども、それでもそっちの方が断然いいですからね。でこれなんで当たるんでしょうね、映像を見るとねベラスケス全然ね打席見てないんですよ、まあ視界の端では見てると思うんですけれども、 2-2 ですからね、カウントボード高確率で打ってくるじゃないですか、そこ見てないですし、で打球がいざ飛んできたらね目を背けて当たってしまう、よく分かんなかったですこれも。
誰か納得のいく説明ができる方、ぜひ教えてほしい。本当にね、もったいないプレーが多いです。ちなみにこの後大谷選手とウォードで、ね、ダブルスチールを決めましたんでね、そこはねナイスランです。でスタッシーど真ん中のスライダーでしたけどね、よく飛びました。センター左深いところにホームラン。後半入っていい調子ですね。このまま持続させてほしい。大谷選手見事な先制パンチでね、チームを勝利に導きました。でさらに申告敬遠を含むフォアボール2つ。これからまたねこういう感じ増えてくるかもしれませんね。そうなると今後ろに座っているウォードの調子がね特に重要になってきます。その後ろのねレイヒーフは最近調子いいですからね、もう今日も全部捉えてますね。ハードヒット5、いい傾向ですね。でスタッシーも一発出ました。ウォルシュはちょっとね、あでもフォアボール2つありますからね、まあいいでしょう。でアデルもヒット1本で、ゴセリンもようやく1本出ました。でシエラね、バントヒットとライト前にね痛烈な当たりありました。さらに今日シエラは2盗塁、今日チーム全体で5盗塁もありました。シエラに、あと大谷選手、ウォード、そしてアデルも走ってます。ベラスケスバントありましたしね、今日も小技をよく使ってね点を稼ぎました。こういう点取ってる試合こそ勝ってますんでね、またこういういいとこは継続させたいですね。でそれから今日ねもう一つ驚きが、今日チーム全体で2個しか三振してないんですね。もうこれ驚き、すんごい驚き。今季一番少ないので3だったので、それを更新しました。もう1人の選手で2個3個っていうのは当たり前でしたからね、全体で2個ですから、これもいいことなんじゃないかなと思います。まあただそのうち1つがね1打席しか立っていないマーシュっていうのがちょっと気になりますけどね。今日3投手で完封リレー、お見事。ハードヒットも少ないですしね。スアレスよく粘りました。結局ヒット3本とフォアボール1ですからね。降板した6回にちょっとねもたもたしましたけれども、全体的に見たらねかなり素晴らしい投球だったと思います。で何が違ったかなというとこですけれども、今日スライダーとシンカーの割合が極端に多かったんですね。合わせて 68%。 ちなみに前回打ち込まれてるドジャース戦はこの2球種が 31%、 その前のオリオールズ戦が 32%、 その前のヒューストンが 10% で、今年全体で見てもこの2球種は 18.8% で、逆に多い球種というのはフォーシームとチェンジアップで、今年全体でこの2球種 61.1% を占めていると。で今日この2球種見るとわずか 26%、 明らかにガラッと配球変えてるんですね。だから相手もね、まあ、研究しているので、その裏を書いたのか、あるいは単純にスアレスのスライダーとシンカーという球がいいのか、それは分かりませんけれども、いずれにしてもねこうやって好結果が出てますので、またこの次も注目ですね。同じような配球をするのか、そしてそれが通用するのか、これ見ものですね。とりあえず今日のねスアレス本当にねお見事でした。でギハーダ42球はちょっと投げすぎだと思いますけどね、満塁のピンチを抑えただけで十分かなと思いました。次のマウンド上がる時には5点差ついてましたしね、無理していかなくてよかったかなと思います。まあとにかくナイスピッチで、ペゲーロねフォアボールとヒット出しましたけど三振4つ、これはね好材料。球も走ってましたね、99マイル連発してました。きっとペゲーロはねあとちょっとのことでねエリートセットアッパーになれるはずです。今年すぐは無理でも来年ね絶対にね成長して起用したいピッチャーの一人ですので、本当にペゲーロはねちゃんとそういう自覚を持って意識してこれから今季マウンドに上がってほしい。絶対にねこのピッチャーは良くなる。とにかく今日はみんなお疲れ様ありがとう。さあ明日勝てば久々のカード勝ち越し、これ6月末のホワイトソックス戦以来となります。7カードぶりの勝ち越しがかかります。何としても勝ちたい。明日今季2試合目、そして先発は今季初となりますジャンソン・ジャンク、そしてお相手はエース格ですねブラッド・ケラー。まあ成績見てもね全然勝てない相手じゃありません。
今日みたいに小技使ってね、まず先制点を取ると。で、あとは投手陣が踏ん張る。明日こそ、もう何十回目の明日こそですけれどもね、明日こそいける気がする。明日こそで勝って連勝しましょう。で、その連勝を伸ばしましょう。今回こそ期待に応えてくれ、エンゼルス。ジャンク頼む。君の才能でエンゼルスを連勝に、プレーオフに導いてくれ。レッツゴー、ミラクルエンジョー。はい、じゃあ今回の動画は以上といたします。ご視聴ありがとうございました。また別の動画で会いましょう。バイバイ。